こんにちは。私は加藤鮎子、内閣府特命担当大臣よ。わかりやすく言えば、子ども政策、少子化対策の大臣ね。2024年には45歳になるけど、結構若く見えるでしょ。出身地は山形県、バツイチで再婚の二児の母よ。私の父は、あの加藤浩一なの。官房長官まで上り詰めて、当時は次期首相間違いなしって言われてたんだけど、2000年の加藤の乱で失脚しちゃったの。加藤の乱っていうのは、父が死亡して当時のポンコツ総理森喜朗を引きずり下ろそうとしたの。まあ自民党内のクーデターね。永田町では大塩平八郎の乱と同じくらい有名な事件よ。でもこれが大失敗して父は失脚したわ。私は2014年に初当選したの。父の浩一は宏池会の人だった。そして奇遇にも宏池会の岸田首相が私を大臣に任命してくれた。そして今、私は女造成メガネと呼ばれている。